これカメラマン。すごい。おはようございます。今日は奈良始まりの地飛鳥にやってきてます。めっちゃ元気久しぶりやからそうやな、めっちゃ久しぶりや。今日はもうすぐ開催される飛鳥ハーフマラソンの試走に来ています。さあ、どんな珍道中になるのか、いや紹介動画になるのか楽しみですね。では行ってみよう。信号写真とか、これ信号写真、ね、写真とか、あ、写真スタート前に撮りたいね。よろしくお願いします。行ってもらったらいいかな。みんなに。スタートライブ。どこにあった。なかなか。よろしくお願いします。ジャッキが払われた。力まだ僕だ。今日お揃いで。お揃いで行きます。なんかごそごそする。これはこのために持ってきたんで。エナジー兄さん、次はどこを曲がるんでしょうか。去年オンラインで走ったんですけどね。はいはい、全く覚えてないんで。ここがそうだった。本当これですね、ここでいいです。ここ交通量多いのでね、注意してくださいね。次に入ったら、高松塚湖。パスカ歴史公園か。いやん、いやん、再生回数アップさせようとしてる。いや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 ん、セクシーのせい。ちゃんと来ましたよ、ここまで。走ってないですか。走ってないですか。ジャンプしてないですか。左手に見えているのが、はい、孫徳太子の生まれた立花寺の立花寺です。はい、亀石前の交差点、ここが先向こうから来て、反対側、ここまで行ってんの、めっちゃ遠い。わあ、なんか次から行きたくなくなった。今日はすごい遠いな。ネガティブ発言がなんか遠いな。飛鳥
風吹いてる。ここ。ほんでさっきあれよね。それ近かったっけ。あ、わかりました。言って言ってますね。あ、すっかり。ここはすごい。ここ通った。この、これしてるとこ通ったから。通った。これなんか、発掘中？国立文化財研究所。ああ。やっぱり、ちょっと、飛鳥村ならではの。そうですね。うん。信号右。僕、去年とか雪の中これ足突っ込んで走ってたんで。雪の中で、その時1週間歌ってる。ちぎれるで足。ちぎれるわ。雪が冷たい。この足の甲はどうもなく、雪がめっちゃ冷たい。そうなんや。走り終えた後、風呂入ったら手だけジンジン。足がもう温まってた。ああ。足に雪冷たかったから、あんなの動くって。これは、これは、これまだまっすぐ。まっすぐ、こっち。あ、お前、通行止めて書いてる。これをまっすぐ。なんかこの辺はいいな雰囲気。はい。吉野川から農業用の水引いてるんで。吉野川から、はい、吉野川分岐蓋がされていて見えない。そうらしい。近年工事して蓋したんですね。何なんですか。吉野川分岐で吉野川から水引いてるんですよ。柏も吉野川来てるんです。はい、山本には3本これがメインがあって。はあ、山本盆地を潤う。万葉文化、万葉文化館前よ。前よ。ここ折り返しちゃうの。もうここでいいんちゃう。いや、あかんの。ここで何キロ ?7.8キロ。石舞台古墳です。前。次の折り返し地点まで上り。ずっと上りですね。これきついな。これが明日ハーフの醍醐味になるでしょうね。これからね。語り草。これ。はい。一発目の。難関、はい、でもう一発あるか、はい、ああそれはしんどいな。このぐらいの傾斜でずっと登っていくのが、うん、ちょっときついですね。勾配がこれぐらい、これがこれぐらい、これぐらい、それぐらい、それぐらい、ちょっと水平が来るのかな。怖かった。これぐらいになってきたね。どんどん勾配きつなってんねん、これ高いよ。あれあれ、早いっすよ、早いっすよ。昨日9分で走ってください、おいちくから。今日は3時間で走るって聞いてたんやけど。ネガティバーです。今日はすごいネガティブ走りが多いですね。いや、まあ、なんせ最近も全然走ってなくて、久しぶりにロードの20キロ。あ、マーサーの伝道師のホーリーさんですよ。はい、はい、はい、ナンバー。
エナジーさんが、エナジーさんが追い上げてきて、響き渡る。エナジー、野球部や野球部。ちょっと何メートルぐらいあるやろ。300メートル以上ありますね。ずっとまっすぐな上り。ここはこれまたハーフやから余計しんどいと思うわ。ペースがそこそこで走らんとかんから。来ましたね、エナジーさん。いや、もう見る。さすが、2時間50分切りですね。2時間50切りランナー。お、ダッシュするのか、するのか、ダッシュするのか。AED の講習で人が倒れています。大丈夫ですか？大丈夫ですか？皆さん、ここで人が倒れています。なんか手を貸してください。大丈夫ですか？もう掘っていこう。ちょっとしんどいよ。何これ、何マジで。ちょっと最近よく倒れます。本当に行った、ちゃんと折り返し地点まで行った。行けないんちゃう。ちゃんと行こう行こう。ちゃんと行くよ。いやいやいや、もう一回。結構行くわ。あれもうあれ橋やけどね。そう、この中あって、いや、ちょっとまあまあ、ちょっとあのグループにはちょっと近づいてるから、はい、あれ歩いといて。はなんて読むんやろ。糸クイーン。ここですね、第3折り返しポイント。糸クイーンの看板、看板ですか。結構登りましたね。結構登った。なかなかのトレーニング。ちょっと、これはすごい。おーイエーイ、ナイスラン。 GPS では12キロ、まあ半分過ぎたところで第3折り返し、1個目のピーク過ぎました。皆さん、ここまでが一番しんどいところです。一番しんどいね。超えました。ました。あとは楽しむだけです。なかなか走ってきた。なかなか走ってきた。サンダルで来たんですよ。これ日高高山だ。なかなか下焼けならず。ゴール。
お疲れ様です。ファイト。あれファイト。そのためにいなかったんじゃない。もう戻ってきたから。お疲れ様です。はい。あ、これですね、ジャンボカカシ。ここに写真がある。あっちに見えてます。大谷さん、ね、これです。ここ折り返し。ファイトファイト。もうちょいもうちょい頑張れ。アスカ川飛び石、まあ、あっち降りていったらあるみたいで、アスカ川はずっと行くと大和川に合流してます。なるほど。ずっと行くとね、大和川に合流して、そして昔の遣唐使とか大和川から遡上してきてアスカに来たというね、そういうことになっておりますね。その道中に法隆寺が、まあ、あと1時間ぐらいいいですか。勾配一つがだいぶ楽やけど、距離的にはもう15キロ中盤やから、はい、もうしんどい可能性がありますね。よし。ここはね、あのホタルの時期はホタルがいっぱい飛んでますから。めちゃくちゃ飛んでます。マジさ、ただこれがこれで歩くとマムシに会える。うわぁ、マムシの向こうもうちょっと行ったら渡ったりしても、みんなカメラに撮ったりいっぱい飛んでる。この辺もすごい。でも満山で行くとマムシの安い。出たー、刺され経験あり。残り、5キロぐらいかな、GPS によると。よっしゃー、行きましょう。先ほどの大谷さんのかかしがあったところはここから入っていきます。環状橋。あ、またなんかうんちく語ってますか。高山から来られたから。そこまた、そこはどこにあるんだと。はいじゃなくて、ちょ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 、高山の下りこするな。オスとメスって言われてたんですけど、はい、言われてますね、はい、どういうあれですか。あのね、これはね、なんであなたも名前あるんですか。どこのことなんで、高山はそんな喋り方なのか。うまっ。オスとメスでね、子孫繁栄と。アメリカ人だと。ムービーカオ。メニメニベイビー。メニメニベイビー。終わった。訳すとどうなるんですか、メニメニベイビーは。和訳すると。民間されて。和訳すると。保育園です。メニメニペイ。保育園。ちょっと。メニメニ。メニメニ。メニメニカ。稲渕玉田。レンゲ米っていう、レンゲを種まいて、
さあここからあっちが石舞台の道、こっちに進んで、こっからまた一旦下っての登り、この登りも最後しんどそうですね。今 17.5 キロぐらい、まあ、本番の時は多分この登り最後相当しんどい登りですよこれ。ああ本番は最後一頑張りして、ダイヤモンドトレイルが見えるなんでしょうか、気になります、ね、これバチいきますよ、中入ってこれがさっきのやつと繋がってるんですね。東部幹線吉野の下市から取って、下市投手校っていうのが、下市といえばあの相方さんの、あ、そうです、そうです、出身の、その相方だったらこのそこ行った危ないとかね、川のところとかにしてたわいつも水ありがとうって言いますそうやな、なんかそれほんまやろってかさあここ入っていく高松塚古墳、行ったことない、文武天皇陵、言いにくいやん、これか言いにくい、文武、まあ、文武かじかんだ口で言えない、今日これか、この病、これ古墳、こんな感じですね、こう来て、うん、こう行って、目に、これがややこしい、ネガティブ、一回高松塚なんでそれいる、いや距離足らんから距離調整ね、はい、ちょっと森脇さん、テイク2、テイク2、ああ、こう来てる間違えてないよということここちょっと道間違えやすそうやね、ここは間違えやすいポイントですよ、このまままっすぐ行かずにここはね、高山から来た方が一応来たらなぜかそこなんか こっち行きたい感じがしないんですよこっちが高松さんか、高松さん、高松さんっていう名前なんかな、高山から来たから高松さんが、ああ、呼んでますわ、とりあえずこっち行ってみましょうか、レッツエナジーエナジーねえ、あいて、あ、でもあそこ通ったよ、あの前結構あれ良かったんかな、でもあの、ね、あんなん通らんって入ってる、これは通らんな、こっちでもこっちはちゃんと道っぽいですよ、あ、なんかこっちから来てる道がある、こっちから来る道がある、ほんまはこっちからがやったんちゃう、これ意味を奪われて100円の駐車料金1回100円でね奪われて、さあルートは間違いやすそうやけど、これどっちかな、行きがちです、
どっちかがいい。高山から来られた方はどっちと。なんかこっちに行きたくない感じ。なんかこっちの高松さんが呼んでる。高山から来た人が高松さんが呼んでると。同じ匂いがします。ご親戚みたいな。親戚だと思います。高松眠ってる高松さんが。ちょっと寒さで。ちょっとね。高松さんがね。呼んでる気がしますよ。今日こっち。今日こっち。えっと、エナジー。エナジー。伝わるかな。伝わるかな。これですね、高松塚古墳。呼ばれてた高松さんに。ちょっとだけ右に行って、どっかまで。高松塚を出て、最後の折り返し。もうちょっと、もうすでに GPS では 21.8 キロになってます。もうハーフ過ぎちゃいました。最後の直線。もうこの道沿いにずっと、うん、最後結構登ってますね、最後のところね。あれしんどいやろうな。まあ僕は出ませんけどね。出るのかい。お疲れ様です。ちょっと見て戻りますわ、はい、遅なってすんません。忘れ、あ、はいはい、ごめんなさい。ありがとうございます。今度はまた、はい、今度ゆっくり、はい、すいません、すいません、お疲れ様です。やた給料で、はい、お願いします。お疲れ様です。あ、ゴール？まだ？あ、死んだ。あ、死んだ。めっちゃ最後頑張りました。終了ということで、やった、お疲れ様。お疲れ様。お疲れエナジー。あ、さいならエナジー。